はい、こんにちは。寒い日が続いてるんですが、皆さん風邪なんかひいてませんかね。寒いのもあと一息だと思うので、ここは頑張って乗り切りましょう。今回はですね、非常に評価が二分している、こういったモデルを紹介したいと思ってます。これいいですよ、おすすめですという方と、ダメだよこれ、そんなモデルなんですが、2年前ぐらいでしたかね、過去に一度だけレビューしたことがあるんですけれど、それ以降全く、登場する機会がなかったんで、今回はそのモデルを取り上げたいと思ってます。大きい箱なんですが、 AGM 製 M1 です。はい、こちらが AGM 製 M1 です。まあ一目でわかるように M1 カービンですね。箱は現在、違うものに変えられているようなんですが、まあ、映画のワンシーンを思わせるような、こんな絵が、差し込んであるんですけれど、まあ、是非はともかくとして、まあ、自分としては悪くないなと思ってるんですが、エアソフトガン AGM、サンドティと UFC のなんか提携なんですかね、その辺のいきさつはよく分かりませんけれど、はい、初速データがこのように入ってます。当初これを入手した時はかなり初速があったんですね。今は使い込んで、ちょっと初速が落ちているかと思うんですけれど、はい、このような感じで箱に入ってます。 S&T のカタログが入ってます。2016年から2017年って、ちょうど手に入れた頃ですね。はい、そしてこちらが M1 のマニュアルになります。ありがたいことに、日本語の表記があるんですね。やけに、このクリーニングロットに関する記載が多いんですけれど、まあ、そのようなことからクリーニングロットが自信作なのかと思いきや、ちょっとペラペラのふにゃふにゃなんですね。まあ、若干、手で直したんですけれど、買った当時はですね、こうぐにゃっとこう真ん中感じで、湾曲してまして、ちょっとこれはどうなのかなと思いましたね。はい、購入した当時のまま BB 弾は手をつけてません。はい、こちらがマガジンになります。40発入ります。そしてどこかで見たような気がする、こちらのビーローダーですね。ちょっとバカにしてたんですけれど、あの会社のパクリ、いやリスペクトじゃないかなって思ってたんですがね、ちょっと違うんですね。これはこちらのマガジンに BB 弾を入れるときに違いが分かります。はい、BB ローダー2つ並べてみたんですけれど、こちらがリスペクトされたものですね。それでこちらが、AGM 製のものになります。こちらのローダーでマガジンに、BB 弾を入れようとするとなかなか思うように入ってくれないですね。やはりこちらを使うとスムーズに入ってくれるんですね。私など素人目には見ては違いなどは全く判別できないんですけれど、やっぱどこか違うんですよね。はい、このような感じで見ると見事に M1 カービンを再現してますね。樹脂ストックなんですが仕上げも悪くないと思いますよ。機関部とバレル部分は金属でできます。はい、上の方に、ホップ調整ダイヤルがついてます。こちらが、チャージングハンドルなんですが、まあ、打った経験のある方ならお分かりと思うんですけれど、非常に重いんですね。まあ、しかし慣れればそれほど苦にはなりませんが、
改善してほしいのはこちらのバットプレートですね。これがまた肩に当てて打った時に滑るんですね。滑れないようになんとかゴムとか、あとは滑り止めのテープとか貼って使用してたんですけれど、どうもうまくいかなかったですね。最終的には剥がしてしまったんですが、はい、リアサイトこちら回すことによって左右の位置を変えることができます。こちらがセーフティーになります。ちょっとこの、若干入りが甘いところがあるんですけれど、まあまあ使えないことはないですね。真ん中の位置にするとトリガーが引けません。はい、こちら実はスリングがついてたんですがね、それがちょっと、だいぶあのビニール感があって、ちょっと情けないなと思ったんで取り外してしまいました。その後そのスリングがどこに行ってしまったか、まあ捨てちゃったんでしょうね。バレル部分はこのようになってます。サイトはこんな感じでやられます。本日の気温0度です。はい、それでは初速を測ります。弾は G&G 製 0.2g バイオ BB 弾を使います。75.41。 はい、距離は12メートルぐらいです。この季節はちょっと太陽の光が眩しいんで、私少しだけこう前に出ました。もう一度いきます。はい、最後2ついっぺんに倒してしまいましたけれど、まあいいでしょう。はい、それでは的を小さくしてみました。
はい、それではペーパーターゲット、5発撃ってみます。はい、距離10メートル、ペーパーターゲットの結果です。まあ、ほぼほぼ狙ったところには飛んだかなという、そんな印象を持ちました。成績としてはまあこんなところだと思います。まあ、非常に、当たると思いますね。はい、こちらのモデル重量は約2キロ弱と非常に軽いんですね。ちょっと軽すぎてですね、狙った時に視点が定まらない時があるんですけれど、もう少し、重量があってもいいなと、自分としては思ってますね。まあ、しかしこちら購入した時で約5000円台だったと思いますね。それを考えればですね、非常にコストパフォーマンスに優れたモデルではないかなと、個人的には思うんですね。ただ海外製ということもあって仕上がりに若干ばらつきがあるようです。同じモデルを持っている友人がいるんですけれど、そちらのモデルはですね、なんか随分と印象が違うんですね。私も実は、この評価が分かれるということについてはまあごもっともかなと、そう思う次第です。現在でもこちらのモデルは新品で手に入ります。興味を持たれた方はぜひ購入をお勧めします。